今回は井上尚弥の発言が海外で炎上している件をまとめてきました。井上選手は5月にルイス・ネリとのビッグマッチが決まっていますが、これまでもフルトン戦やタパレス戦など様々なタイトルマッチをしているものの、その試合は全部日本で行われ、海外ではなぜ井上はアメリカに来ないんだ、日本から出るのをビビってるなど言われており、以前フロイド・メイウェザーも井上は PFP に値するが、まずはアメリカに来て俺らと同じ土俵で戦えとコメントしていたこともあり、井上選手の返答が気になっているところでしたが、ついに井上選手が反論し、アメリカに来て試合をしろというコメントに、今や軽量級の本場はここ日本にある、試合が見たいのなら日本に来ればいい、日本のマーケット以上のものがアメリカにあるのなら喜んでいく、それだけの価値がここ日本にはあると反論。これには日本のファンはその通りだ、さすが我らが井上尚弥など言われていますが、アメリカではこれを批判している人が多く、米スポーツ専門局の ESPN の記者は、アメリカのボクサーやメディアには外国人ボクサーに自分たちなら絶対しないような要求をしたり期待したりする悪い癖がある、井上はもう火星で戦うべきだろう、あの惑星で彼が本当にどれだけ偉大なスターなのか見てみようと皮肉のコメント。元世界ウェルター級2団体王者のショーン・ポーターは、井上の目指しているゴールが何なのか俺には全くわからない、ボクシングというのはアメリカに来てアメリカ人を倒してファンに注目をしてもらわなければいけないとアメリカで戦うことの重要性をコメント。しかしその後、まさにチャンピオンの発言ですね、ザ・モンスターに敬意を表します、ぜひ私の番組に出演していただきたいですと尊敬のコメント。そしてアメリカ主要メディアのボクシングニュース24は、トップランク者は渡米を嫌っている井上をスターにすることはできないだろう、井上は渡米すれば危険な対戦相手と戦うことを期待されながら、ブーイングの集中砲火を浴び、そして負けることを知っているに違いないと皮肉のコメントに続いて、彼はフルトンに勝っていたが、フルトンはコアなファンしか知らないし、ルイス・ネリも数年前にフィゲロアに KO されて以来レベルの低い相手としか戦っていない、井上はいつもソフトな相手を選んでいるとコメント。アメリカボクシング専門チャンネルのファイトハブ TV は、井上がスターなのは認める、だがボクシングの最高市場はアメリカだし、スーパースターになりたいならここに来るべきだ、マニー・パッキャオがその例だ、彼も小さいがアメリカでビッグファイトを続け、今では世界的スーパースターになった、これを誰が想像しただろうかとコメント。そしてたびたび井上と戦ってみたいとコメントするライアン・ガルシアもこの件に言及しており、尊敬している、日本に行ってお前の小さなケツをぶちのめしてやると皮肉混じりの反論をしており、これを見た海外ファンからは、彼は伝説であり将来殿堂入りする、お前は TikTok で踊りながらタンクとヘイニーに殴られる、自分よりはるかに小さい相手に2回負けることになる、井上尚弥はエリートファイターであり PFP 最高のファイターの一人である、ライアン・ガルシアは彼より何光年も遅れており、さらに劣っている、井上に挑戦できる唯一の方法は Twitter だと井上選手の発言を擁護しているコメントが多かったです。しかし軽量級というのは翻訳したらライトウェイトになるので、これをライアン・ガルシアが勘違いした可能性もあります。皆さんは今回の井上選手の発言についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからも格闘技界の話題を上げ続けますので、チャンネル登録お願いします。